のぞきチャンネル。よっ。さあ、今日はクライマックス展望。さあ、パーソル、CS パー。はい、行われます。ファーストステージ。今週末から行われますけども、2位日本ハム対、3位ロッテの戦い。ね、ここでね、クライマックスシリーズの味方、どうやったら勝てるチャンスがあるのか、などなど、里崎がね、分析した数字をもとにですね、解説していきたいと思います。ということで、日本ハム対ロッテエスコンフィールド。まあ、これでね、12球団、主要球場、クライマックスシリーズすべて、本拠地で使用したことになります。だからエスコンもね、まだ2年目っていうところでね、この早い時期に開催できてね、もう完売ということで、チケットはね、クライマックスシリーズも札幌でね、盛り上がることでしょうね。北広島かなで盛り上がることでしょうっていうね、ところで今季日本ハム対ロッテ18勝、日本ハムの18勝、ロッテの6勝、1引き分けと、日本ハムの貯金12と、圧倒的に日本ハムの、強さが、この直接対決では際立っていますということで、直接対決ね、得点も、ロッテ対、日本ハム対ロッテね、日本ハム得点107点、ロッテは67点と40点、日本ハム対ロッテ戦ロッテは得点取れてないとね。でホームランも、日本ハム21本、ロッテ13本ね。で打率は2割3分クリーン、日本ハム、ロッテは2割4分2厘で、防御率が、対ロッテ日本ハムは 2.36、でロッテは対日本ハム 3.93 とね、まあ、この 1,2,3,4,5 つの数字を見比べるとすで、ロッテが勝ってるのは打率のみ、対日本ハムの打率のみ2割4分2厘、まあ、日本ハムが2割3分クリーンだから、まあ、3厘差っていうねところもあるけども、他の数字はもう大差で日本ハムが勝ってます。けどもけどもけどもだよね。ね、で、この日本ハム、だからゲーム差で言うと、今年日本ハム75勝59敗、ロッテは71勝66敗、5.5 ゲーム差。5.5 ゲーム差なら、なんとかなりますよっていうね。まあ、ここで、まあ、ロッテね、OB としては、ロッテが日本ハムに勝つためには、どうしたらいいのかということをね、解説していきましょう。まずはね、ピッチャーから、これローテーション組んでいかなきゃいけないからね。ピッチャーから考えるとね、まあ、まだ発表されてませんけども、ね、今日現在、先発、ね、初戦はね、もう、小島で行きましょう。ね、まあ、今年小島ね、25先発して、防御率 3.58、12勝10敗と、ね、まあ、この1年ね、開幕投手も含めて1年間ね、ローテーションを守ってきたっていうところではね、対エースとね、戦うことも多かったし、援護点もなかなかなかった中で、まあ、2桁勝ったのはね、さすがですっていうね、ところもあります。で、その中で、対日本ハム。対日本ハムの防御率が 3.28 と、まあ、通常よりも若干いいと。で、7先発して5クオリティスタート。1勝4敗。ね。で、被打率が、2割1分6厘。ね。で、そしてウィップ 0.95 と、抑えてんのよ。ただ、援護ないだけで負けてるだけ。7先発で5クオリティスタート1勝4敗だからね。で、しかも、エスコンフィールドで行われた試合、3先発、3クオリティスタートの1勝1敗。防御率なんと 1.96。無類のエスコン強さ出してます。そう考えると、初戦は小島。これでローテーション詰めて、勝った時にファイナル あのソフトバンク戦に早めにローテーションを繋いで持っていくっていうのも小島だったらできるから、初戦はね、小島がいいでしょうと。で、2戦目誰が行くのかと。ね。まあ、順当に考えた佐々木朗希ちゃうかと思われがちだけども、佐々木朗希今年18試合先発、防御率 2.35、10勝5敗とね、いう成績の中で、ね、その中で対日本ハム、防御率 3.81、5先発して1クオリティスタートの0勝2敗、吉球12、ワイルドピッチ3と、ね、被打率2割4分5厘のウィップ 1.38、先ほど言ったね、小島に比べるとちょっと悪い。しかも、吉球12のワイルドピッチさん、しかも盗塁も結構されてて、自滅、足でかき乱されるところに、すべて、日本ハムにいいようにやられてるっていうね。しかも、エスコンでの登板、2先発してクオリティスタート0、0勝1敗、防御率 6.43、被打率3割っていうことを考えると、いや、佐々木朗希、もう、佐々木朗希逆にね、ホークスは抑えてんのよ。防御率2点っていうところでね。通常の防御率よりもいいところで抑えてるから、これはファーストじゃない方がいいんじゃないのかなって俺は思うけども、まあこれをどう見るかだね。関係ないと。
過去の成績関係ないと、もういっちゃいますよと、ね、佐々木朗希の強さでいきますよ、相性、今年の実績関係ない、いきますよっていうんだったら、まあそれはそれでもいいけどもね、もうポテンシャルにかけますよっていうねところだったらいいけども、今年1年間の相性的にはまあ全く悪いっていうね。だって5先発して1クオリティスタートだからね、0勝2敗対日本ハム1回も勝ってない、ね、でも逆にホークスに対しては調子いいって考えたら、もうまあ日本ファースト勝つのが目標じゃないからね、そもそもね、これは両チームに言えることだけども、ファースト勝つのが目標じゃないから、ファイナルを勝って日本シリーズに進むことが目標だから、そう考えるとまあ佐々木朗希をもうファイターホークスのもう初戦に持っていって、まあ出ないで負けたらもう仕方ないみたいなね感じで、まあファイターズに相性良かったらいいけどね、今年相性悪いっていうところで佐々木朗希を初戦に持っていって、まあ有原かモイネル来るでしょう、まあ有原来るでしょうとね、で初戦勝って1勝1敗になって相手を焦らして圧倒していくっていうところのね作戦はいいんじゃないかなと。じゃあ誰が投げんのやって考えるとね、まあ急先鋒でいいかなと思うのが西野ね、まあ今年20先発して13クオリティスタートの9勝8敗まあ1勝で10勝前届かずね、で対日本ハムがね、まあ1試合しか登板しないんだけども、防御率 1.29、1先発で1勝0敗。で、被打率が1割6分7厘、ウィップ 0.85。で、これはエスコンフィールドで投げたんだけども、まあ1試合だからね、ちょっと参考にね、しづらい。まあ大島も7試合、佐々木も5試合先発してることを考えるとね、まあでも1試合でも抑えてるっていうね。で、種市、ね、今年23先発、16クオリティスタートの7勝8敗ね。で、対日本ハム防御率 9.00。3先発して1クオリティスタートの1勝2敗。被打率が3割3分3厘のウィップ 1.71。エスコンフィールドでは 11.25。まあ1試合先発で1敗。これやられちゃった試合なんだけどね。って考えると、カイケルがいけなくなったのがね、ピッチャー的には痛いんだよね。だから、まあ西野で行くかも思い切って、小島、佐々木、西野にするからね。まあ小島、西野、種市。かなあ、まあ、順当に今日は小島西の種市で佐々木頭メルセデスっていうところが一番俺はいいと思うんだけどもね、ファースト勝つのだけが目標なんだったら、まあ、でもあとは小島佐々木西野で行って佐々木をファイナルの後の方ではもう一回中6日で投げれますかっていう話もあるんだけどね、そこ中6日でも投げれますかっていうね、投げれなかったらもう意味ないですよっていうところもあるけども、それができるんだったらそういう並びでもいいけども、小島まあファイナルに日本シリーズに行くっていうことを考えたら、小島西の種市で佐々木っていうのがね、ファイナル初戦、これが俺はいいんじゃないのかなっていうデータ上ね。でもちょっとやっぱ打たれてるからね、分が悪い。その中で小島西のはね、ちょっとね光見えるんちゃうかっていうね、ところで、あと打線がね、やっぱりそのね、あのキーマンはやっぱ外になると思うのよね。今年、2割7分ホームラン21本打点88っていう中でね、でその中で対日本ハム戦、2割8分9厘、これは対パリーグの中だったら一番打ってんだよね、日本ハムに。で3本塁打打点15で、得点圏打率も3割7分5厘と高い。しかもエスコンフィールドに至ってはエスコンでの試合打率3割4分2厘で、2本塁打5打点、なんと得点圏打率驚異の4割4分4厘というところで、もう外の前にランナーを貯めましょうとね、いうところで、じゃあ誰が外の前、まあ、外4番だね、4番外、誰が 1,2,3 番いいんだってなんか考えると、いました、いいのが。まずファイターズを倒すためのもうキーマンは外、その中で外を生かすためのスーパートリオ、これが今スーパートリオキーマンね、もうこの選手は絶対出しましょうっていうところで、まず、まあ、1番誰にするかだね。もう思い切って藤原とかでもいいけどね、藤原なんと対日本ハム今年3割5分1位でございます、で9得点も1位です。ということはランナー出て帰ってきてるっていうねところでは非常にいい打撃がね遅れてる。でしかもね、エスコンフィールドでは打率4割9厘と無類の強さ、ね、で藤原はなんと出塁率4割2分2厘でございます対日本ハムね。しかもエスコンフィールドでは OPS935 と、もう素晴らしい成績ね、出塁率高いね、得点力もある、足もある、藤原1番、どうでしょうか。ね、2番、セカンド、
藤岡。今年2割5分8厘、ホームラン5本、29打点だったんだけども、トータル成績ね。対日本ハム、3割1分1厘。パリーグで2番目に打ってます。しかもエスコンフィールドでは3割2分。ね。しかも得点圏打率3割3分3厘。ね。球場の中ではエスコンフィールドが一番打ってます、藤岡は。で、藤岡は、出塁率3割9分2厘と、この高さ。ね。で、そして、もう一人。レフト、荻野。はい、荻野でございますね。荻野はね、今年、対日本ハム、打率3割6分6厘と、一番打ってます。パリーグの中で。で、6打点。これも1位。で、OPS 834。で、得点圏打率はなんと5割でございます。出塁率が3割9分5厘と高い。ね。しかも、エスコンフィールドでも打率3割2分と、球場の中で一番打ってるっていうことを考えれば、ね。この3人をね、もう1、2、3で並べよう。藤原、藤岡、荻野でもいいし、ね。藤岡、荻野、藤原でもいいし、ね。荻野、藤岡、藤原でもいいっていうね。ところで、もう、どのね、打順でもいいんで、このね、3人を並べて、この無類のね、対日本ハム出塁率、荻野3割9分5厘、藤岡3割9分2厘、そして藤原4割2分2厘、この出塁率の高さのもと、ランナーチャンスを貯めて、4番外、得点圏打率対日本ハム3割7分5厘、対ね、エスコンフィールド4割4分4厘という、この得点圏打率の高さで、外勝負で点取っていこうっていうね。これでいきましょう。1、2、3、4、これ決定。ね、数字上。でね、まあ、もう一人のキーマンって、まあ、言っていいのかどうかは分からないけども、まあ、岡はね、対日本ハム2割6分6厘、エスコン2割5分9厘。でも打率自体が2割9分1厘だから、まあ、若干落ちんだよね、対日本ハム。ね。でね、ちょっとね、お休みしましょうっていうのはね、書く中。ね。2割8分の打率だけども、対日本ハム1割5分4厘、エスコンフィールド0割9分1厘と全く日本ハム打ってません。ちょっとお休みしましょうね、角中さんはね。で、佐藤としはね、対日本ハム2割6分7厘7打点、得点圏打率3割5分7厘、エスコンフィールドでは2割1分6厘7打点4割4分4厘、だからチャンスのみ期待です。チャンスのみね。だからまあ下位打線でいいでしょう。はい。そして、もう一人の柱ね、ポランコね。ポランコがね、2割4分3厘23本塁打60打点来たんだけども、対日本ハムね、2割4分6厘、これパリーグ2番目に打ってる。ホームラン2本打点6。しかし得点圏打率が0割5分6厘。全く得点圏で打ってない。ね。しかもエスコンフィールドでは1割3分3厘、1本塁打3打点、得点圏打率0割。ポランコどうする問題よ、これは。だからね、この成績だけで言えば、もう上位で点取りますよっていうところで、まあね、荻野、藤岡、藤原を1、2、3で並べて、外4番、5番岡、ね、ここら辺で行って、もう、ポランコはもうランナーいない時の一発。だから5番、ね、岡、6番佐藤でもいいね。もうポランコ、下位打線でもいいね。下位にいたら嫌だからね、ホームランね。いけばね。まあそこもポランコ出さないで、ね、他の選手っていうところもね、まあ十分考えられるけども、だからちょっと角中ポランコがね、心配だなっていうところあるけども、これがね、もう日本ハムを倒すね、必勝パターンよ。小島、西野、種市、ね。で、どうしても投げさせたいんだったら、小島、佐々木、西野。このローテーションで、そしてもう、荻野、藤岡、藤原を1、2、3並べて、外、岡、佐藤。これ、どうでしょうか。これがね、佐々木が考えた、ファイターズを倒すプランでございます。逆に次、ファイターズ。もうファイターズはね、普通にやってたら勝てます。シーズン通り。そんないろいろ考えなくてもいいです。その中でね、ファイターズはね、この選手が来たらね、チャンスあるんちゃうかと思ってて、ロッテ的にはね、今年ね、沢村賞も取るかもしれない、最多賞のね、伊藤博美、ね、まあ、がね、先発で、初戦来てくれたらね、対ロッテ戦、5先発3クオリティスタートなんだけども、1勝0敗。こちらね、1勝しかしてないのはね、パリーグで一番勝ててないの、ね、よ。14勝した中で。しかも、対ロッテ戦、防御率 3.82 と。ここはパリーグの中でワースト2位の防御率。で、被打率2割7分6厘もワースト2位。で、ウィップ 1.42 はワースト、一番塁出してんのよ。伊藤は、パリーグの中で、ロッテ戦に。だから、ロッテ、さ、伊藤が初戦来てくれて、それパンパンと倒して勢い乗ったら、と思ってたら、なんと伊藤博美が、昨日投げちゃいまして。今年26試合18クオリティスタートの防御率 2.65 14勝5敗と投げちゃって、もう完全に、ロッテ戦投げてきません。この対ロッテ戦の数字が悪いのをもう見破ってたのか、
もしくはもう単独でタイトルを取らせるためにタイトル重視で投げたのか、わからないけども、俺は前者だと思うんだよね。このロッテ戦、もう見破ってんだね、ファイターズは。これを、ね。ここ来たらワンチャンあるんちゃうかって正直思ってたんだけども、伊藤大海がこれはもうね、こうなってきたらもうファイターズのね、ファイナル、初戦に行くでしょうと。で、この二人期待嫌だなっていうところで、多分、ファーストステージ先発、初戦加藤でしょうと。ね。加藤、26試合先発、16クオリティスタートの 2.73、10勝9敗という中で、今年対ロッテ戦、7先発、6クオリティスタートの5勝1敗、防御率 1.86 は一番パリーグの中で打たれてません。しかし、被打率はね、2割5分7厘と若干高くて、ウィップも 1.05 と、ここはね、2番目に高いのよ、パリーグの中で。だから、ランナーは出すけども、得点は許さずっていうところがね、結果につながってるっていうね。で、しかも多分2戦目は山崎福也でしょうと。今年24先発、15クリオリティスタートの 3.17 防御率で10勝6敗とね、2桁しっかり勝って、その中で対ロッテ戦、まあ、今年は2先発してんだけども、2クオリティスタートの2勝0敗、防御率 0.59。しかし、被打率は2割3分7厘で1番打たれてるんだよ、パリーグの中で。でも、ウィップも 0.98 と、まあ、2番目っていうことは、だから加藤も山崎幸はもう、ランナーは出すけども、まあ、どちらもね、打たせて取るっていうタイプだからね、ランナーを出すけども、得点を許さない、しっかり抑えてる、まあ、本人たちのね、スキル、持ち味っていうところがしっかり出せてるんじゃないのかなっていうところはあるけども、対ロッテ戦、無類の強さです。2人で7勝してます。4割ぐらい2人で勝ってんのかな、加藤と山崎でね。伊藤大海はね、5先発して1勝しかね、してない中でね。だからこれ嫌だな。加藤と山崎福也が1、2戦目来たら嫌だなと思ったら、そこ1、2戦目来んだよ。もうガチンコよ。ハムに相性のいい打線と、ね、ロッテに相性のいいピッチャーが噛み合わせてどうなっていくのかっていうね。でもし3戦も連れ込まれたら、俺は、まあ、北山がいいかなと。ね。北山今年13先発して7クオリティスタート5勝1敗。まあ、怪我でね、離脱あったけども、で、ロッテ戦はね、1試合しか投げてないんだけど、防御率 0.00、完封でございます、見事。被打率 1割3分3厘、ウィップ 0.56 と完璧に仕上げて、まあ1試合だからね、ちょっと参考程度にっていうところだけども。で、まあもう一人あるのが、まあ金村。17先発で11クオリティスタート、7勝6敗、防御率 2.38 と。まあ今年ね、最初リリーフやってたからね、登板数が28登板なんだけど、先発17と。まあ11試合のね、リリーフ登板があると。で、対ロッテ戦はね、6登板して4先発。で、1クオリティスタートの防御率 4.13、3勝1敗。で、被打率3割3厘、ウィップ 1.42 はね、ワースなんだよ。パリオの中で。だからそう考えると、加藤、山崎、幸は北山がね、佐々木はいいんちゃうかと。で、伊藤大海と金村を、ホークス戦に回してね。で、またそれがもう戻ってくるっていうところが、ファイザーズにとったら日本一ローテーションなんじゃないのかなと。だからロッテとしたらもう最悪だね。加藤と山崎幸が来るからね。だからここのピッチャーが逆に抑えれなかったらやばいよね。でも打線が打つのか、このね、見どころがね、このファーストステージの一番の見どころだと思うんだよね。で、続いて打線。やっぱね、打線のキーマンはやっぱレイエス、清宮でしょ。この二人のね、もう7、8、9ぐらいからの大爆発が一気にね、日本ハムの2位に押し上げたって言っても過言じゃない。まあ今年レイエスね、2割8分5厘、25本塁打、64打点。8月のね、打率が4割3厘、8本塁打、23打点。9月が3割9厘、9本塁打、19打点。で、対ロッテ戦はね、2割6分7厘。ここね、4番目なの。だからワースト2位なの。打ててないの、対ロッテ戦。他のパリーグの相手と考えると。でも6本塁打、15打点取ってるから、一発はあるね。一発だから、一発は気にしなきゃいけない、ロッテはね。で、ここでね、次、清宮ね、もう一人。清宮はね、最終試合でね、3割に乗って、まあ、規定打席にはね、到達してないけども、まあ、3割と。ね。で、ホームランが、15本、打点51と。ね。7月打率3割8分3厘の3本塁打11打点。で、8月が3割2分、7本塁打24打点。9月3割3厘、3本塁打8打点とね、一気に調子を上げてきてね。で、対ロッテ戦、ね。3割7分と、こちら1位です、パリーグの中で。で、3本塁打10打点。ね。だからもうこのね、レイエス・キューミアを抑えれるかどうかがロッテにはかかってるし、逆にファイターズはレイエス・キューミアを打っていけるかっていうね、ところが大事になってきます。あとね、状態がいいのがね、水野。ね。全体的なね、成績で言うと、2割2分。ね。
ホームランが7本37打点っていうね、ところになるけども、で OPS6 割ね607ね。しかし対ロッテ戦2割9分6厘、日本塁打8打点 OPS870 と、対ロッテ戦の打率はパ・リーグ1位だし OPS も1位っていうところでロッテ戦に強さを見せてますよとね。であとね、相性いいのがね、伏見対ロッテ戦ね3割5分3厘通常だと2割4分2厘なのに、3割、5分4厘、得点減点打率6割6分7厘と相性いいと。ね、逆に万波がね、通常2割5分2厘、ホームラン18本というところで、タイロって2割5厘、ホームラン2本、OPS5、9厘と、ちょっと相性悪いんだよね、万波はね。で、松本もタイロって戦、2割3厘、ね、得点減点打率1割8分8厘。ね、で、水谷もタイロって2割3分4厘、出塁率3割8厘。だフォアボールはね多いんだよね。でも水谷はロッテ戦ちょっと打ててないと。でマルティネスがね、対ロッテ戦2割3厘なのよ。で郡司がね、対ロッテ戦2割7分1厘 OPS77 だから郡司も若干相性いいよね。だから日本ハムとするならば、まあ普通にやってれば勝てますよと。まあ、その中でレイエス清宮キーマンですよとね。その中で、ね、水野郡司、伏見ね、ここら辺はまあ対ロッテ戦ね相性いいんで、そこら辺がしっかりランナーも出ながらね得点力を増していく。あと 1,2 番をどう組むかだね。まあ昨日の試合は浅間万波っていうところがね 1,2 番で躍動してるっていうところもあるから、まあそこでね行ってもいいけども、万波は今年タイロって2割5輪とね OPS5932 とちょっとね相性悪いっていうところはあるけどもね。だから 1,2 番をどう組んでね、あ水谷いたね、2割8分7厘、ね、で終わってるところを対ロッテ戦2割3分4厘だからね、この1、2、3番だから、まあ、マルチネス9秒だろうね、4番5番がね。でその中でどう1、2、3番を組むかっていうところが、まあ、ポイントになってくるけども、まあ、普通にやったら勝てます。日本ハムは数字的にも圧倒的にいいんで、だからこのね、あの外を押さえとけばいいんだよ、あのハムはね。で一発ポーンっていうのを打たれないようにしてね、いければね安全にいけるんじゃないのかなっていうところがあります。まあということでね、まあ、ロッテ対日本ハムの初戦どうなるのか、数字上は圧倒的に日本ハムより、しかしロッテにも付け入る隙はあるというデータをね佐々木がお伝えしました。ファンの皆さんどうでしたでしょうか。